ここにいたのか。寒くないか？ん？平気。風が気持ちよくてちょうどいい感じ。そうか。何か用？あ、いや、ほら、最近どうかなって。最近どうも何も、いつもと変わんないけど。あんたこそ最近どうよって感じじゃない？いきなりそんなこと聞いてさ。どうかしたの？いや、なんだ、その邪魔だったかな。ごめん、これといって用事はないんだ。悪かったな。それじゃあ、ちょっと待ってよ。暇だったらさ、少し付き合ってくれない？ん？何をするんだ？流れ星を探すのをさ。そうか、じゃあ一緒に探そうか。空を見れば。違うんだ、湖を見るんだ。湖を？どうしてだ？シリアムの言い伝えにあるんだ。湖面に映った流れ星に願いを込めると、その願いが叶うって。そうなのか。俺が知ってるのは空の流れ星に3回お願いするだけど、そうじゃないのか。静かな湖じゃないと夜空が映り込まないだろ。今日は月明かりも綺麗だし、よく晴れている。何よりも湖に波がなく穏やかだし。意識したことはなかったけど、湖に映り込んだ夜空がこんなに綺麗だなんて知らなかった。晴れ渡った青空を見上げることはあるけど、水面を意識して見るということはなかったから、なんだか不思議な気分だ。それにしても水面に映った流れ星に願いを込めるなんて、シリアムの先人はなかなかの詩人だったんだな。どうかな、私たちは光に対する影だから、空を見るよりも下を見て願いを叶えようとしたのかもね。光に対する影。気にしないで、こっちのこと。シリアムは日陰者だからね。まあ、光があれば影もあるってこと。空に手を伸ばすよりも湖の方が手は届くから、掴んだところで指の間から願いはこぼれ落ちてしまうけれども、どちらにしても掴めないことには変わりない。ただ少しでも掴める可能性があるなら、湖面の流れ星に願いをかけた方がマシってわけさ。いや、二人で願いを込めればきっと叶うさ。少しでも可能性があるならそれにかけてみるべきだ。うまくは言えないけれど、戦場では一瞬の気の迷いが命取りになる。そんな苛烈な場所だからこそ、命を預けられるパートナーがいれば心強い。つまり一人よりも二人さ。だから二人だったら願いも叶うんじゃないかって。その例えはどうかと思うけど、レオらしいね。まあ、二人で願い事をすれば叶う確率は上がりそうだけど。で、何の願い事をすればいいんだ？それを今さら聞くの？早く戦いが終わって平和で幸せに暮らしたいってことに決まってるでしょ。平和で幸せに。俺もそう思うよ。
いや、必ず実現させてみせる。だったら願掛け程度にしとかないとね。願ったから叶ったなんて何もしていないみたいで尺でしょ。とは言っても流れ星を見ないことには願掛けも何もないけどさ。そうだな、しばらく待ってみようか。どうした？見つかったか？なんでもない。ちょっと思い出したことがあって。そうか。ああ、こんな時に変なこと思い出した。湖面の流れ星に一緒の願い事をした男の人と必ず結ばれるんだっけ、レオと私が。なんかすっごい真面目に湖見てるし、レオって何事にも大真面目だからな。でもそこがちょっと可愛いかも。って私なんでこんなこと考えてるの。変に意識するな、意識するな。思えば思うほど意識しちゃう。もうバカバカ、私のバカ。変なことは忘れるんだ。いいな、ユーリア。とりあえず流れ星を探すのに集中すれば大丈夫。今見えた。うん、私も見たよ。よし、シリアムの加護も受けたし、この願い是が非でも叶えないとな。そうね、レオならきっとできるよ。ありがとう、フューリアにそう言ってもらえるとなんだか叶えられそうな気がするよ。これも一緒にお願いしたからかもしれないな。一緒に願い事。どうしたんだ、耳の先まで真っ赤だぞ。いや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 、なんでもない、なんでもないの。結ばれるとかなんだとかそんなことない。本当にどうしたんだ。いや、なんでも